はいどうも、トラマルです。今日は時間がないのでパパッと済ませます。今日はですね、家に帰ってきて、なんとこのみかんがこたつの上に置いてあったんですね。そしてあることを思ったんです。このみかん皮ごと食べれるんじゃねえか。このみかん皮ごと食べれそうですよね。なので今日は僕がここで検証したいと思います。やっぱこの時期はこたつの上にこうみかんがたくさん積み上げてあって、このあったかいところで食べるみかん最高ですよね。年末年始はそんな生活が最高ですよね。もう外になんか出たくない。ということで今回こちらのみかん皮ごと食べられるか検証したいと思います。あべみかんが3日前なんてギャグはほっといてではいただきましょう。ちょっとね、汚いんでいただきます。ごちそうさまでした。まずこのみかんを皮ごと食べるというのは、結果から言いますと、皮の薄いみかんならそのまま食べれる。これはですね、みかんの品種で皮ごと食べられるのってあるじゃないですか。こんぐらいちっちゃいやつで、あむっと、あれ僕結構好きなんですよね。ああいう感じに似てるんですけども、あれよりも皮が厚いんで口の中に残りますね。あれはほんとこう噛み砕いて噛み砕いてはーって感じなんですけども、残りますね。これ口の中にもう最後の方なんか皮だけになってましたもんね。いやでもこれはまあ皮が好きっていう方は食べてもらいたいですね、皮ごと。まあ結局地味な感じになってしまったんですけども、やっぱみかんって皮とか栄養ありますよね。リンゴとかもそうなんですけども、やっぱ皮を食べることはいいことだと思います。その代わりしっかり洗いましょう。皆さんは皮を剥く派、剥かない派、どっちですか？じゃあね。